っとさ、これ引っ張らせてもらうぜ。レレ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 レ、消えた。そんな、そんな、いなくなっちゃうなんて、なんて残酷な。これは、ここまで引っ張れますか？あ、ちょっと待って。あー、沈む前に、なんか、乗れるぞと。これも引っ張、これ引っ張れなかった場合ってどうなるんですか？あー、耐え、あ、倒したね。あれ？引っ張った場合と何が違うんですか？わかんない。これは？引っ張ると、OS、OS、OS、あー、10コインゲットだぜ。からの、ここら辺が限界なのかな？これ以上は、引っ張れない。引っ張ります。引っ張ります。ダメそう。何でも引っ張ってると、とんでもないものが。とんでもないものが目覚めるって何？何？怖いんだけど。じゃどこまで上がんの？なんか高いところ。え？あ、待って！ワンダーフラワーがどっか行きました。侵入者です。侵入者です。ヒップドロップで抜けて、侵入者です。侵入者です。どんどん進みます。どん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 。ああ！さあ、やっていきましょう。マリオワンダー。ちょっと砂漠のステージに来たんですけど、ワンダーシードが15個。まあ、パレスの解放に必要ですよと。で、まあ、パレスまでの道は1個ステージをクリアしただけで、まあ、奥に進めるようになったところではあるんですけど、ちょっと13個、結構たくさん必要だぞみたいな、そんなところでちょっとね、砂漠のステージをちょっと遊んでいきたいなと思いますので、よろしくお願いします。で、なんかね、そう、まあ、なんかいくつかちょっと新しいキャラクターのステージがあったんですけど、まずはこっち行ってみましょうか。解き明かせ。引っ張り砂漠に眠るなぞ。なんかすごい引っ張れそうな、なんか長い包帯みたいな巻いてる敵がいたんですけど、ちょっとここ行ってみましょうか。バッチはなんか、ダッシュすごいです。あ、ちょっと待って。あ、これは、これ、あ、Y で引っ張る。Y で引っ張ると、何かが出てきました。ドリルです。ドリル。待って。一旦ドリルで隠れる。そこの壺って何もないですか？今、そうなんですよ。なんかその、ダッシュ。ダッシュ。砂漠でもダッシュできるぞを装備しているので、どこも足を取られずに、いけてるんですけど、これでちょっと抜けて、ちょっとさ、これ引っ張らせてもらうぜ。レレ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 、消えた。そんな、そんな、いなくなっちゃうなんて、なんて残酷な。これは、ここまで引っ張れますか？あ、ちょっと待って。あー、沈む前に、なんか、乗れるぞと。ここは、別に降りても問題はない。ただ、どうなんだろう。なんか、こんな感じで、さっきの足場を使わないと、上がれないぞみたいなのが、どっかあったりとかしそう。まあ、とりあえずこっちは、普通に上がれるんですが、何もないようです。何もないようです。一旦隠れました。一旦隠れました。出てきました。これも引っ張、これ引っ張れなかった場合ってどうなるんですか？あー、耐え、あ、倒したね。あれ？引っ張った場合と何が違うんですか？わかんない。あ、じゃあここコインめちゃもらう。ここコインめちゃもらっておきます。めちゃもらっておきます。そして、どうなんだろう？引っ張らずに。待って、クリボーが寝てます。はぁ、とりあえず倒す必要はないです。つぼも壊して、で、これ引っ張れ。うわ、ちょっと待って、土管が出てきた。じゃあ、入ります。これ入った後、帰れるのかな。今、完全に潜る感じだったよね。何ですか？これは？引っ張ると、OS、OS、OS。わー、10コインゲットだぜ。からの、ここら辺が限界なのかな。これ以上は、引っ張れない。引っ張ります。引っ張ります。ダメそう。何でも引っ張ってると、とんでもないものが目覚めるって何？何？なんか怖いんだけど。え、さっきどうやってそこまで引っ張った？なんか引っ張るコツみたいなのある。こうこうこれぐらい引っ張ります。続いてはこっちで引っ張ります。やっぱでもこの辺が限界っぽいかな。で、そこの足場が出てきたのは、何でも引っ張ってると、とんでもないものが、とんでもないものが目覚めるのはちょっと怖いです。ちょっと怖いですが、一旦進んでみましょうか。
これ多分違うところから出てくる、出てきました。こんにちは。一旦潜りましょう。これでフーンってすると、あ、一撃で倒せるのか。なんか普通に倒した時と引っ張って倒した時の違いはよく分かってないです。よく分かってないですなんですが、そういなくなりました。引っ張った時だけなんかあるんだけど、ぐる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 グッと引っ張った時だけコインもらえるぞと。なんかそのドリルとかで倒した時コインもらえる敵と、なんか引っ張った時だけ倒した敵みたいな、なんか時だけもらえる敵みたいな、なんかちょっとね、そう不思議な感じがするんですが、上げて上げて、ただどうなんだろう。一旦潜ってやり過ごそう。引っ張ります。ぐる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 離すとそのままなんや。そう、あとちょっと引っ張っちゃうぞ。グッドです、グッドらしいです。あ、今突っ込んでる、いましたね。でそこは今何のためらいもなくヒップドロップで倒しましたが、ドーってして、これなんだっけ。あ、これここの足場が出てくる。ここの足場が出てくると、これあれか、砂漠ゾーンやから多分あれかな、なんかその今のバッジつけてないと、なんかその移動がゆっくりなので、まあ、引っ張っておくとちょっと助かるぞみたいな、そんな予感がするんですけど、なんならドリル早く、え、なんか今バッジ効果出たんだけど、これドリルの状態で、ん？ダッシュボタン押してると、あ、これあれか、普通に、あー超ダッシュできますよ。うわー突っ込んできた。まず、え、これちょっと待って、そこにいる、ちょ、こんにちは、こんにちは、突っ込んでくる。あ、上がれなくなった、待って、あ、乗ります、乗りました、乗りました。で高いところ来て、なんか出てくる、あ、コインが出てきた。また突っ込んでるが、あ、まず、普通にさ、触れてしまった。何ですか、これは何？お宝。あ、ドリルが出てきた。今失ったのはなかったことになりました。ちょっと待って、突っ込んでるさんいるよ。突っ込んでるさん VS、その人。あ、ちょ、そこに降りてくるのまずいな。あ、倒しちゃった。その人との戦いが見れなくなってしまった。なんなら、ちょっと高いよ。ブッ、ブッ、ブッ。さっきヒップドロップしたから倒せたみたいな、そんな感じなのか。ぽいですね。待ってください。一旦逃げます。一旦逃げます。そして、なんなら別に突っ込んでる使わなくてもこっち上がれるのか。やったら別にね、ためらいもなく倒して、やっぱヒップドロップだと一撃ですよと。どうなんだろうね。今んところなんかその、何か隠してそうなゾーンが、いや、分かっていないだけ説はね、そう。全然否めないです。めっちゃいる。怖いです。これは？引っ張ると足場が出てきます。あ、これがあるか。ちょっと突っ込んどるを耐えて、で、今のうちに来てね、みたいな。そんな感じ。みたいですね。ちょっと倒す必要はない。あ、なんなら外した。あっち行こう。あっち行こうして、で、土管がある、なんかいろいろ引っ張る。これ、うぅ？青いやつ？え？ちょっと待って。これ何が出てきた？今あれか、普通にクリボーが寝てるところに青い土管がありましたよと。ちょっとそっちに行きたいです、そっちに行きたいです。それで倒しました。クリボーのここら辺に土管があったみたいなんですけど、いけないね。ちょっと待って、っもう一度、もう一度引っ張ります、引っ張ります。そしてで、これ間に合えば入れる。あ、入れるね。やっぱ色が違うやつはいけるぞと。あ、10コインある。それどうやって取ったらいいんですか？それどうやって取ったらいいの？わかんない。待てよ。これさ、ね、多分、ちょっと短くなってください。それぐらいでどうですか？多分そういうことなんじゃないの。いくぜ！ちょっと待ってください。下手です。ちょ、もう一度。ちょ、この辺から、よし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 。で、まず、ふっ、ふっ、あー危ない。それ取りたい。ほー、それと、あ、コインが出てくる。コインが出てくる。というだけっぽい。で、あっちょ、はい。これ、倒せるときと、あ、これさっきあれか。ヒップドロップじゃなくてドリルで倒したことになったのか。
ぽいですよね。今普通のマリオの状態でヒップドロップしても倒せなかったもんね。ので中間に来ました。今ってそのコイン何個目ですか？これがさっきの隠しがあそこなんですよね。ので結構すぐ近くに出てきたみたいなのでこのまま進みましょう。ボックスがあるね。ちょっと高いよ。ちょっと高いです。ちょっと高いけど多分彼の高さを借りれば。ふっ、よしよし。え、何が出ました？コインが出ただけか。待って、ドリルだと思ったんですけど違うのか。そう、この辺で、あー、コインですね。のでドリルなかったね。ということ、おお、10コイン出てきた。ちょっと待って、あ、まずい。そこ取りたいです。ちょっと、あ、引っ張ってなんとかします。ただ今のところワンダーフラワーがないけど、寝てる。こんにちは。起こせないかな。これ引っ張ると起きる。あ、足場が、何かが出てきました。彼は、あ、起きた。何これ、どこまで上がんの。なんか高いところ、え、あ、待って、ワンダーフラワーがどっか行きました。コインが出てきました。ちょ、クリボーさんこんにちは、さよなら。で、これさ、こういうのと追いかけた方が、あ、ちょっと待って、そこにいる。え、っていうかさ、そっち行っちゃったんだけど、それどうやって追いかけるの。こっちのあの足場ちゃうわ、あの引っ張れそうなやつでなんとかするっぽいか。これ、あ、上がってくるね。待って、そっちに引っ張る、こっちに引っ張ろう、こっちに引っ張ろうしてガッチャンする。侵入者です。ヒップドロップで抜けて、侵入者です。どんどん進みます。どんどん。あー、死亡が、侵入者です。待って、それどこに引っ張りますか。パーリンした。キノコが出てきた。あの人が出てきた。まずい。待って、そこの足場が上がりました。これちょっと引っ張っとく。わからない。待って、またあ、まずい、あ、まずい、トゲが来た。あ、でも間に合うか。あー、似合った。あぶねー、これ助かった、助かったね。今度は逃げなかったので、なんとか追いついて、侵入者してました。ただ今帰ってきました。クリボーさんが砂漠の中頑張って歩いてる。あと、お疲れ様です。お疲れ様ですじゃないが。待って、これさ、なんならその人踏まなくて壺で取るという選択。壺で取るという選択。パリン、中出てきた。いっぱいあります。あ、この足場多分そうなんだけど、そうなんです。ちょっとこれ引っ張ります。この人怖いので倒しておきます。で、どこまで引っ張れば、あ、ちょ、あれ、なんで話しちゃった。待てよ、これ足ついて、ある程度高いところから今のが限界の距離ってことなのかな。ちょっと待てよ。あー、なんかでも話しちゃうね。ので待てよ。うおー、ぺっ、よっ、へーい、よし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 。なんだか、割と猶予はあったみたいなので、一番上までダッシュして、ユーゴターンなんちゃらしました。2個とも、そう、侵入してね、1個は、いただいたんですけど、無事2個をゲットして帰りましたね。いや、ここ怖かったね。帰ってきました。ワンダシードは2個、うん、あ、そういうルートも開かれんねや。左ルートだけだと思ったんですけど、ここ、何なのって、こっちから降りれないし、何の空間なんだろうと思ったんですけど、ここのステージをクリアすることで道が開かれるとかあるのか。ということは、どうなんだろうね。なんかこういうのとか、クリアしていくと、なんかどっか隠し部屋みたいなんがあるのかな。ちょっとここのステージ、なんか面白い仕掛けありそうですよ。さて、ちょっとひっそりと侵入して砂漠の謎に侵入したでいいのかな。といったところではあるんですけど、ほっと一息ついたのもつかの間、そこにはガチャを引くマリオさんの姿が。こんにちは、何でも売ってる、何でも屋さん、あ、ワンダーシードも売ってるし、
助かるな、助かるんだけど、ガチャを引いていきます。今日のガチャのコーナー引いちゃうぞ。あーちょっとかぶった待って、早速かぶりました。ちょーっとドリルキノピコもかぶりました。え、まずいぞこれ。今2個連続でかぶりました。あーバルーン水色ヨッシーや金色出たのでかいなやし、かぶりなしやし、ちょっとこれはさ、この流れで引いちゃう。どうぞマリオが出るんですね。からの、これ今ちょっと流れからじゃんじゃん引いちゃうよ。じゃんじゃん、おー、青マリオも来たぞ。あ、ちょっと待って、これさ、ちょっとすごく流れがいい。このまま引いていくと、キノピコがかぶるんですよ。ちょっと、見よう、見よう。ちょっとあれ見たいです。パネルコネクション。ちょっと風船、風船、風船、風船。風船てか風船気になるんですよねバルーン水色やし、やっぱなんか大変なことになってるねそう、みんなこの形で飛んでいってしまうのかなんですが、今回はねさ、途中その2連続でかぶりが出た時はどうなるかと思ったんですけど、ちょっと後半の方はね、取り戻して、じゃじゃ新しいやつが出たので、割と順調だったんじゃないでしょうか。